ジーピットチャンネル始まりました。ケントでーす。ショーでーす。レンです。今日はホルモン治療の副作用の話でーす。結構いっぱいありますけど、本当にね、最近毛が薄くなってきたんですよ、この前の方がスカスカになってきた。僕はもともとおでこが広いから、これ以上薄くなると困ります。いや、そんなおでこ広くなくない？広くないですか？ほら、広いね。広いですよね。広いね。赤ちゃんからこれ僕もでもね、上がってきてる気がするんですよ。もうちょっとこう、ふじびたい、こうなってたと思うんですけど、なんかもう今大体一緒ぐらいの。ここがなくなりますよね。なくなる、なくなる、この辺が、こっちから来るね。そうか。ちょっとこの辺のつむじとかお互い、見えてきたら LINE します。つむじが薄いレベル2とか報告しよう。これ協力して。なんか他に副作用ありますか、ホルモン注射の？やっぱ毛ですかね。出たー。すごい毛嫌いだよね。ほんとやだ。もうお風呂とか入っててやっぱ見るじゃないですか、キモいなって思って全身脱毛したんですよ、僕。うそ。腰もも？下も全部。腰もも、うん、全部ツルツル。全部ツルツルしたいです。頭なし頭やってないでしょ多分。翔ちゃんもパイパンしたいの？今パイパンパイパンの方が楽。ちょっと待って、なんか興味出てきた。しかもあれですよ、パイパンにすると感度めちゃくちゃ上がりますから、ね。何これ、トラップトラップじゃなくて？ないじゃない。あ、本当？あ、そうなんだ。でも今時そうなのかな。むしろ今はその 海外からのその、なんていうんですか、意識みたいなのが入ってきてるから、パイパンじゃない方が逆に不衛生みたいな。なるほど。あ、そうだよね。女性は割となんかその毛があるなって気がする。生理がある人だと余計にパイパンの方がいいみたいな。そうなんだ。痛いじゃん。パチンって。いや、僕がその脱毛に行きたくない理由がそこなんですよ。痛いよね。痛い。絶対大丈夫ですよ。じゃあ、痛みに強い僕ですら、ここ痛いもんだって。だから毛抜いたりとかするときに痛いですもん。抜いてるんですか？抜くよ。痛っ、それは痛い、それは痛い。脱毛も一緒やな。脱毛ってなんか、レーザーでパチン。パチン。絶対痛い。だからパイパンまでしなくても、すくぐらいでいいんじゃないですか？すきまさみ。おしゃれなんか。すきまさみとか。ちょっと足目とかに。左めっちゃ長いみたいな。すくだけでも全然違います。本当じゃ、ちょっと足目カットしてる。聞いたことない。ちょっと初体験やってみる。食わず嫌いかんからね。そうですね。やってみようと思って、はい。副作用ありますか、ホルモン注射の？体臭が気になりますね。体臭が絶対変わるよ。僕なんか右だけなんかはすごい汗かくんですよ。右だけ汗臭いなって。大丈夫ですか？緊張した。ケント乙女モード。やばい。まずい。結構ね、メンズの匂い好きだよ。FTM の匂い好き。自分の匂い分からんな。で、ホルモン治療の副作用って言われてんだけど、著しく体が悪くなるっていう感じじゃないよね。油っぽくなるとか、匂いが男臭くなるとか、それこそこう毛が薄くなるとかさ、副作用にカテゴリーに入ってるけど、そういう変化があるから男性に見えるっていう。一つの効果でもあるっていうのさ、効果としては個人差があるんだけど、でもホルモン注射って毒を入れたりするものじゃないから、著しくすごい落ちちゃうみたいなことじゃないんで、そこはね、安心してもらいたいなと思うんだけど、まあ、あくまでも個人差あるんで、治療の際は主治医とね、相談をして進めてください。はい、はい、ということで、ジーピットチャンネルでは元女子の日常と治療情報配信してますので、ぜひぜひ、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。陰毛長かった時、嫌すぎて、こう自分でこうやってむしってました。馬じゃん。馬だ、熊。毛づくろいの。もうほんとそんな感覚でやってましたよ、マジで。でもやたら抜けるよね、下の毛ってね。